で、月下美人は？月下美人？っていうか、アルファスエアーとかも全部 PE セッティングだよな。28ミリ、G1 ジェラルミン製の PE。エギングビート。どういうこと？バッシングビートの。あの車庫が絶賛している。けど車庫変わんでしょ？車庫絶賛しとっても変わんからな。KTF 監修のスプール。監修なんすか？パクったんじゃなくて。監修なんだ。へえ。そういうとこには金出すんや。そういうとこには金出すくせに。まあ、別のとこでケチっとるからこういうとこに金出せるんか。きっとそういうことやろうな。監修というか、KTF か。KTF のスプールのライセンス買っただけじゃなくて。ライセンス買っただけじゃないんですか。さすがに同じのを作ると怒られっから、フルメタルの強度高い左巻きベイトリール。日本にはないんじゃないですかね。だってエアー系はどれもいいでしょ。やっぱこういう細い釣りやるんやったら。でもご覧の通り、ね。ご覧の通り船釣り用ですから。クマさん、アルファス、SVTW で 3g 前後投げ感、最低ですね。まあ、俺が投げれんってのもあるけど、重さは乗せれないっす。ブレーキセッティングがゴミすぎて無理っすね。っていうか、ダメですよ、サンドさん。リールだけで投げとるわけじゃないから。リールだけで別に投げとるわけじゃないから、ルアーって。ルアーってリールだけで投げとるわけじゃないから、その質問はダメですよ。セッティングする竿によってだいぶ変わってきますよ。そのペナンペナンの味竿みたいなのを使っとけや、飛びますよ。そりゃ、ビヨーンって投げて、ピャーンと、ね、ルアーの重さなんか関係なく、ペナンペナンの竿でビヨーンって投げりゃ、それは飛んできますよ。いや、多分俺のセッティングが悪いだけですね。俺の投げ方が、だからそもそもペンタスティックの6ポンドが、アンダー4グラムで、3グラムとか投げるには、ちょっとよろしくないんですよ。まあ、俺のテクニックがなさすぎてっていう。そうそうそう。タックルバランス、そうっすね。俺の場合は完全にタックルバランスですね。だから、この前教えてもらった、
ちょっとセッティングで、うん。じゃあ、ペンタ6にベストなベイトは？いや、物はそれでいいんですよ。ただ、投げ方にコツがいるだけですね。あと、ノーマルのスプールでは、あれなんで、先日教えてもらったんですよ。これもまた動画化するつもりなんですけど、大体、こういうカスタムスプールみたいなやつを入れずに、この、エアーとかじゃないね。エアーとかじゃない、アルファスとかジリオンとか、それこそスティーズなんかもそうなんだけど、やっぱデフォルトのスプールって、深いじゃないですか、溝。溝がバカ深いんで、どうしてもよろしくないと。っていうので、なんか台湾のプロとかもみんなおすすめしとるんやけど、PE 下巻きにするんですって。PE ライン。PE ラインを下巻きにして、可能な限りかさ増しするんですよ。うん。可能な限りかさ増しして、その上に、それこそナイロンとか、フロロとかを巻くことによって、外側が、一番外側が重くなるわけだから、遠心力がつくんですって。うん。だから軽い。うん。やっぱり俺もこのナイロンを投げとって思ったんやけど、実際に。だいたい何メートルくらいだったっけな ?30 メートルくらいライン残して、フロロの6ポンドやったんやけど、30メートルくらい巻いて投げた時に、ブレーキセッティングいろいろいじってみても、明らかにスプールが回ってないってのが分かったわけよ。うん。使用感最悪で、全然どんだけ勢いつけてもスプールが全然回らんくて、うん。で、困ったなーってなっとった時に、P ラインを、フェア、P ラインは軽いから、うん、重たいのを下巻きすると、まだそれはそれでね、スプール自体の重量が重くなるからあれだけど、P ラインみたいな軽いものを下巻きにして、かさ増しして、で、外側にナイロンとかフロロを巻くことによって、外側が重くなるから、それで、例えば30メートルだとしても、直のスプールの一番内側のところに30メートル巻くよりも、かさ増しして、少しでも外側に巻いた方が遠心力が効いて、軽いルアーでも投げれるんやって。うん、それが、台湾のテスターとか、プロの人たちもおすすめしとるんやって。デフォルトの深溝のスプールでやるときは、うん、P ラインを下巻きにしましょうって言って。うん。それ聞いたとき、ああ、と思って、P ラインを下巻きか、と思って、全然あれがなかったからさ、そんな発想が全くなかったからさ、ああ、と思って。で、それこそアビさんには、ちょっと話しましたけど、コルクアーバー、アーバーか、コルクアーバーとか、ああいうのとはやっぱ発想は一緒なんだな、って。うん。使っとるもんは違うけど、ちょっとアビさんのやつで、これか。このモラムのやつか。うん。最初ぶっちゃけアビさんがコルクアーバー巻いてるときに、全く、なんでコルク巻いてるんだろうっていう感じだったんだけど、その意味がやっとわかりました。うん、つまりそういうことなんやなと思って。うん。これも深溝だから、直に巻いてしまうと、どうしても、うん。っていうのがあって、それを、コルクで、かさ待ちすれば、スプールの重量、スプール自体の重量は、重量増加、うん、スプール自体の重量の増加は抑えられるけど、実質肉厚になるから、スプールが。スプールが実質肉厚になるから、回るっていう。ああ、なるほど。で、現代の人はこれを P ラインでやってるのって。うん。なるほどなぁと思ってさ。また一つ賢くなったよね、なんか。うん、なんか、こういう形を変えてもこういう知恵っていうのは、ね、なんか、継承されてくんだなぁと思って。
こういうのは歴があれば気づくことなんやろうなぁと思った。経験があればこそやなって、すごい思った。これこのまま切り取って動画にするか。なんかすごいなぁって思った。だから今、P 余っとったから、P 余っとった、100メートルか。P06 が100メートル余っとったから、あ、こいつちょうどいいわと思って。で試しに今、P の06100メートル巻いて、その上から、あれ何ポンで、ナイロンか。今ナイロンしかなくって、ナイロンの4ポンドプラスアルファ、GTR。じゃあ、Z06 か。あれを巻いて、ちょっと試してみようと思って。だから使うラインは、使うラインはナイロンを30メートルだけど、スプールをその浅溝設計にしたみたい。とりあえずそれで試してみようと思って。何事も経験よ。あと、だってまあ、ナイロンの糸に関しては、Z06 のね、4ポンドプラスアルファのやつが、あと400メートルくらいあるから。軽量スプールの意味がなくなる。そもそも軽量じゃないですもん。そもそも軽量じゃないからな。デフォルトのやつは。ただのスプールやな。何事もとりあえずドカーンと巻いてみて、そこから調整すればいいだけの話やから。何でも。さて、なんか面白い製品ないかな。アルファスの SV って、アルファスの SV って10？ どういうこと ?1012 ってどういうこと ?SVTW っすよ。だから700いくつですよ。あとね、そう。そのね、PE を下巻きしとって思ったんやけど、でもアルバス見りゃわかるかな ?SVTW でしょ、アルバスの SVT と12ポンド100キャパか。ああ、そういうことか。ラインキャパ知らねえ。12ポンド45から90。800のやつか。ね、思ったんだけどね、なんだろう、そもそも糸を少量しか巻かないっていうその設計じゃないから、このね、純正のこのスプールに、例えばそうだな、まあ直に 30m 巻いてもダメだし、あとなんで俺 100m 巻いたかっていうと、そのジベさんが巻きすぎやーって言ったけど、なんで100メートル巻いたかっていうと、PE ってやっぱ細いから、まあ太い PE 巻けばよかったんやけど、PE 細いから、この TW、これ、レベルワインドにガンガン擦れるんよね。少ないと。それマジ意味なくねーと思って、巻いとって思ったんやけど、だからその、スプールがあって、ちょっと上の方にレベルワインドがあって、で、そっから下がってっから、こういう感じになるん。直に巻いたり、少なかったりすると、厚みが。このレベルワインドの下のところにゴリゴリ擦れるんよね。
え、マジ意味なくねえと思って、それって。回るかもしれんけど、ガリガリにレベルワインドに擦ったら、意味ないやんと思って。TW だから、なんかこんな感じやねんか ?TW だからウィークかなと思ったんすけど、スプールが下に行きすぎて、結構下の方でガン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 ってなるのよ。本当になんか実際ここら辺みたいな。立て取るのにね。TW 立て取るのに、めっちゃ下の方で擦れるんすよ。糸少なすぎると。このスプールが下すぎて。だから本当にはもうカックン、糸少なかったらカックンってなっとってさ。これ意味ないじゃんと思って。だから少しでもかさ増しして、この角度消したかったんですよ。少しでも。少しでもちょっとかさ増しして、まあ、完全には消えんかったんやけど、少しでもここの角度を綺麗にしたいなっていうのがあって、少しでもこの TW の上の部分使えるように、角度調整したいなっていうのがあって、それはちょっとビビりましたね。うっそーんと思って。スプールめっちゃ下にあるんですよ。だからこのヘリんとこ、この下のこのヘリんところにガチガチに当たるんですよね。角度ついて。意味ねーと思って。それが100ポ、100メートル巻いた理由ですね。少しでもこの上の方にしたかったんですよ。なんて、それができんかったら島のリール使うわって思う。そんなことなんか思っちゃうレベルでね。めちゃくちゃ角度ついとって。だから本当は太い PE 巻けばよかったんやけどね。多分1号どころか。なんならもう 1.15、キャスト時。そうっすね。だからクラッチを切って、TW のウィングを上げるじゃないですか。レベルワインド。レベルワインで上にガッチャンって当てた状態でも、結局、ペンタスティックだから、何でしたっけ糸の角度。何やったっけど忘れした。ど忘れした。めっちゃど忘れした。何やったっけなんか、ガイドのやつ、何やったっけ助けて何やったっけ助けて。一番、チョークガイド、思い出した。やった、脳細胞死なんかった。チョークガイド。チョークガイドの関係で、割とね、アルファスの SVTW とかだと、角度ガンガンつくわけよ。もう、ただでさえこのね、第一ガイドに角度ついとんのに、だからほん、もう映画死ぬほど下手くそやから、もう救いようがないんだけど、もうちょっと大きい方がいいな。だから本当にスプールが下にあって、で、その上に、TW のウィングがあって、で、その中を、もう、こういう感じで、通っていくのよ。何これと思って。ここめっちゃうざいやん。そう。ペンタはガイドが低いんで、どうしてもそういう設計になるんですよ。これめっちゃクソやんと思って。これが、俺も個人的にこれがあまりにも許せんくて。このくの字何みたいな。ね、フィネスのロッド使っとる人間ね、絶対にこれやっとるから。絶対にこれやっとる。俺もう、絶対にこれ知らずにやっとると思う。だからこそ、この角度、このへの字の角度絶対に消したくて。すっごい気持ち悪い。ベイトってほんと気持ち悪いね。みんなよくベイト使えるよね。ハンドルの左右のカタカタも気に食わんかったし、この、このなんかこのへの字の角度もすごい、あれだし、
だからこそ、エビアラさん、だからこそ、エアー系なんですよ。だからそもそもスプールの、そのスプールの径が、てかスプールのその溝が高ければ、ね、エアー系のその、ああいう浅溝のやつ、だったら、そもそもこの T、スプールの、ほら、外径がでかいから、だから簡単にこう行くんですよ。けど俺は、その、標準のスプールを使っとるから、だから、エアー系か、ケンタッキーみたいなやつ、KFC だったっけ？ああいうスプールを入れるのが最適っていう。だから実際その、ペンタの村橋さんも、スティーズに、その、浅溝のスプール入れとるんで。その、TW の動画見てきたけど、それこそ TW の上ならいいんすよ。うん。こういうとこだったらまだわかるじゃないですか。ね、結構ぶつかっとるべーみたいな。うん。ね。ね、それこそシマノとか他のレベルワインってこんなんやからさ。ね。ここでガーってぶつかっとるくらいだったら、もう少しでもこうね、ちょこちょこ行った方がいいけど、ね。実際このここら辺なのよ。実際使っとるのが。縦ブレもあるかもしれんけど、うん、その、傘がね、なさすぎてね、マジこんなとこになっとくからね、なんだろう、うん。やっぱ本当にベイトって気持ち悪いなと思って。ベイトリールってマジで気持ち悪いと思って。うん。気に食わんわー。まあまあ、でも別に汎用性は高いから、俺の使い方が特殊なだけで、うちのジリオンは1516だから、そういう問題はない。TW がキモいのでは。いや、結局だって普通のなんだろう、楕円だとしても結局こんな感じだから、この半分の下でガーってなるだけじゃないですか。だから一緒なんですよ。少しでも TW の上を使いたくって、かさ増しすることで、ここでギャーって暴れてるやつが、もうちょっと上の方でこう暴れるようになるから、まだマシじゃないですか。いいってなる。すっごい。よくみんなこんなこと気にしてんと使っとれるよね。うん、ちょっと尊敬するもん。ハンドルの肩つきも、気持ち悪いし、この TW のこのチョークワインドでも名付けようか。うん、チョークワインドとでも名付けようか。ね、新しい言葉、チョークワインド。うん、このチョークワインドがね、マジで気持ち悪いからね。多分初速マスからバックラッシュ地獄。だここでガーンって当たってバックラッシュとか絶対なっとるんやろうな。気持ち悪いってなる。みんなすごいな。ようこんなん使っとれるよな。うん、だから、少しでもかさ増ししたくて、いっぱい巻いたんすよ。一人にあったらちょっといいかもしれんけど。うん、とりあえず今、06を巻いてみて、その次はまあ1号でも巻いてみようかな。スプール重くなるから。いやー、どうなんだろう。なんかその下巻き、このこいつを、その解消するための、その最適な糸の下巻き量ってのを見つけんとな。だって極論だって PE の 1.5 号を下巻きに巻いて、その上から PE の1号を巻くかもしれん。本来だったらね、フルでね、使う糸巻きゃいいんだけど、もう下の方は死にだから。死に糸だから。このチョークワインドはね、本当にね、なんか、すごいな。なんか、す
すごいなと思った。だから素直にエアー系を買えばいいと思います。ノーマルを、そう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 。だから浅溝のスプールを買うか、エアー系をもともと買うか。うん。それは本当に伝えたい。こういうなんか、マイクロガイドのフィネスロッドみたいなのをやるんだったらね。だから来年軽流ベイトフィネスのロッド、ペンタスティックのやつ出るから、うん。だから、そういう人たちはもうエアー系、アルファスエアーとか3万ちょろで買えるから、おすすめ。うん、スティーズまではいらん。アルファスあれはいいわ。うまいことね。うまいことなんか。実際 0.0、なんか100分の1くらいまで測れる測りでも買おうかな。結局その、なんだろう、太さじゃなくて重さだから、例えば、ね、なんだろうな。じゃあ P の 0.65 を100メートル、ま、その、使った重さと、同じであればいいから、うん、傘がだから例えばPE の3号20メートルくらい巻きゃいいかもしれないし、アルファスの TW システムって新設計、 TW にも新旧があるんですか。初めて知ったけど、これ結構ね、すごいよ。てっきりね、なんだろう、いや俺はね、そのあまりにもベイトのことに対して無知だったから、てっきりその TW のウィングに対して、例えばこの TW に対して普通にそのこういくと思っとったんや、俺。うん。その、最低ラインがここで、ね、そのね、なんて言うんだろう。TW がこうありました。どんなに糸少なくても、最低でもここら辺やと思っとったわけよ。ね。どんなに糸少なくても、最低でも、その、スプールのこの面の高さ、このスプールのこの面の高さが、ここに来るようなやつ、感じだと俺は思っとったわけよ。けど実際はね、スプールがね、ガチガチに下がっとったっていうね。すごいよ。じゃあ、ちょっと、あとで写真撮りますよ。あ、ダメだな。まあ、糸全部ほぐさなあかん。うん、なんか、覚えとったらね、チョークワインド見せますよ、マジで。衝撃的だったわ。こんなにスプールの重心下がっとるとは。もう上から下へもうデューンっていく、その、もんやと、勝手に想像しとったから、まさかへの字になるとは思わんかったな。だってこれ見たらそう思うじゃん。こっから出てこんのぜ。こっから出てこんのやぜ、ル。ここ。このウィングを立てても、この下から出てこんのやぜ。意味わからんでしょ。そんなバカなと思って。せめてここ脱出しないやん。ね。理想はこのね、一番上のこの一番その、外側を使えばいいけどさ。ねえ。まさかこの縦長を脱出できんとは思わんやん。せつねえと思って。だからせめて脱出できるようにね、この下のヘリくらいにはね、届くようにね、頑張ったよ。私は頑張ったよ。PE の3号とか買っていこうかな。PE の3号を多分、なんだろう、10メートルぐらい巻いたら、
10メートル、10メートルは短すぎるか。それこそ20メートルぐらい巻けや、それなりの高さになるやろ？なんか、0. 何号を死ぬほど巻くくらいだったら。いやー、なんかすごいね、切ねえって思った。そう、エリアでは、ノーマルの、この、これは無理ですね。ちゃんと知識と技術があれば投げれると思いますけど、知識も技術もない、俺みたいなゴミカスに関しては絶対ダメですね。素直にエアーを買いなさい。素直にエアーを買うか、こいつに 1.5 万のケンタッキースプール買うか、ですね。値段もだいたい一緒くらいやから、アルファスが、に一緒じゃないか。こいつがだいたい2万5千円とかで、ケンタッキースプールが1万5千円だから4万くらい。で、アルファスエアーとかだったら、アルファスエアーとかだったら3万、それこそ2、3千円とかで買えるはずやから、エアー系はね、アルファスだったら、買えるから、けど、まあ、汎用性を求める人やったら、で、ぶっちゃけほら、スプールさえ変えたらこれ海にも使えるわけやねんか。変な話。ね。だから多分俺の中での最適解は、このままアルファスを使い続けるのであれば、ケンタッキーのスプール買って、そいつに、PE でも巻いて、エリアで使って、で、で、標準のこのスプールに、ちょっともうちょっと太い糸巻いて、ソルトで使うみたいな。多分そういう、ね、そのやり方が多分今の俺の中でできる最適解。いやもうだっていいじゃないですか。伝わっとくからいいじゃないですか。別にケンタッキースプールでも。わかるでしょ？行間を。なんかあれですよ、国語。作者の伝えたい意図を答えなさいですよ。ニュアンスでわかるでしょ？ニュアンスでわからん人はうちのチャンネル向いとらんから。今節丁寧に教えてくれるね、他のチャンネルとは違うから。なんかニュアンスでわかるでしょ？もはや。だからそれでいいと思います。私は。お、アビさんから来ましたね。まあ、ビニールテープとかでかさ増しするのもぶっちゃけありだと思いますよ。そう、俺が思っとったのはこれなんですよ。そう。俺が勝手に想像しとったベイトリールってこんな感じなんですよ。これだったら、下がっていくじゃないですか。ギュッと。ね。上から下へ下がっていくじゃないですか。ね。そう。これだったらちゃんと上から下へギューンって行くじゃないですか。けど、表端と違うっていう。表端と違うっていう。やっぱな、そういうもんなんやろうな。いや、難しいぜ、いろいろと。まさかこいつを脱出できんとは思わんかった。狂っとるわ。そんなん狂っとるわ。海外はここシルバーなんだ。へえ。そう。このチョークワインドがね、私を悩ませる。だから頑張ってケンタッキースプール買いたいと思います。だそのネイティブのでかいニジマスとかも普通に釣れるわけですよ。アルファスエアでもね。
だってそれこそ何やったっけ、赤塚、フィッシュマンの赤塚さんなんかは、もう何でもかんでも、アルファスのエアでやってますからね。何でもかんでもって言ったら変か。あの人何でもリール使うらしいから。うん。こんだけあれば十分よって。失敗はしないリールだよって。求めるんやったらスティーズ買えばいいと思いますけど、失敗しないんだったら全然、それでも使えるからって。ビセンとか普通に上げとったもん。ビューンって。ネイティブで。いやー、このチョークワインドはね、本当に衝撃が気持ち悪いわー。